献花台は厚真町の吉野地区に今日町が設置しました。吉野地区は去年9月に起きた胆振東部地震で19人が亡くなり、最も死者が多かった地域です。献花台には厚真町の近藤副町長が訪れ花を手向けました。ご遺族の方、遠くに住まわれている方もたくさんいらっしゃってですね、このお盆に向けて、地元に里帰りされる方もたくさんいるだろうということで献花台を設置させていただきました。厚真町で役場前以外に献花台が設けられるのは初めてです。吉野地区の献花台は今月18日まで設置されています。